のライセンス生産モデルは、海上自衛隊で68式50口計3因、連装速射砲として正式化された。第二次世界大戦後期のアメリカ海軍軍艦が、搭載した、対空兵器は、艦視にかかわらず、遠距離用として38口計12.7センチメートル砲中距離用として56口計40ミリメートル。 機銃近距離での最終防御用として70口径 20mm 機銃の3種類に統一されており、部隊の重心的な防空網が構築されていた。しかし、日本軍の航空攻撃は荒れ極まりないものであり、特に対戦末期の特別攻撃やロケット特攻機に対しては、この防空システムでも万全ではなかった。 この問題への対策の一環として、近接新刊を使用できる中高径速射砲で56口径 40mm 基準を代替することになり、1944年末よりノーザンポンプ車によって開発が開始された。原型砲が完成したのは1945年9月となり、第二次世界大戦には間に合わなかったが、1948年に正式化され、 各種艦艇の股間防空手段として広く採用された。まずマーク27が実用化された後、改良型のマーク33が広く普及することになった。また単層型のマーク34もある。前方からの写真後方からの写真本法システムは、新型のマーク22砲を連装砲画と組み合わせている。マーク22砲は、 先行するマーク21砲と同様の50口径 76mm 砲だが、自動装填装置の導入により、発射速度を飛躍的に向上させた。なお、砲身名数は2050発であった。本砲は垂直左線式の汚染を採用しているが、その汚染機構後部、砲尾両側には、ロータリー式の自動装填機構を有している。砲側の装填手は、 二名ずつが左右両側に配置されており、砲賀の後部に設置された回転式弾層から弾薬を取り出し、自動装填機構に装填する。装填された弾薬は左右交互に、砲の中心線上にある運弾火紙に落とされ、薬室内に装填される。ただし球弾は人力であり、砲システム全体としては半自動砲となった。 理論上の最大発射速度は毎分45発であったが、これを維持できるかは総天守の技量と体力に依存していた。連装のマーク33砲の運用には合計で11名の砲員を必要とする。その内訳は砲大長1名、砲総縦手2名、総天守4名、球団で4名である。また、 砲側は小遵射撃を行う場合にはさらに小準手1名を必要とし、このうち9弾で4名以外は砲側上に配置される。9弾手は甲板上に配置され弾薬庫や溶弾塔から弾薬を取り出し、砲側の後部に設置された回転式弾槽に装填する。使用する砲弾は完全弾薬等方式で、重量は約 11kg であった。 砲画の旋回や砲の不良には、アンプリラインを採用した。元来は、砲塔方式ではなく、露天砲画方式であるが、砲及び砲員を風浪より保護するために棒立てを設置していることが多い。海上自衛隊においては、後部開放式と全種密閉式の2種が使用された。アメリカ海軍、ウルグアイ海軍、カナダ海軍、海上自衛隊コロンビア海軍、デンマーク海軍。 ノルウェー海軍、ポルトガル海軍、メキシコ海軍、アメリカ海軍、インドネシア海軍、大韓民国海軍、スペイン海軍、ノルウェー海軍、海上自衛隊。ありがとうございます。